たのね。久しぶりに行くわね。再レース行ったんだっけ。ってことは、また散らかってるんでしょうね。まあいいわ、行きましょうかね。あら、散らかってないわね。マリサ、来たわよ。マリサ、私が、マリサなのか。え、いや何言ってるのよ。私の名前知ってる？アリスよ。アリス？いや、初耳だぜ。私の、親友じゃない、マリサ。私の、親友？初耳なんだが、私は、誰だぜ？で、いつから記憶喪失になったの？わかりません。唐突ね。レイパチュリー、なんとか記憶取り戻せない？私の魔法でどうにかしろと？うえい！は？でもパチュリー様、過去に何回か失敗してますからやめた方がいいのでは？こわ、何言ってるのよ。私、失敗しないので。もうすでに何回か失敗してます。話ずれてない？マリサの記憶を取り戻さないと。記憶って、何？戻るかわからないけど、私に考えがあるわ。あー、ダリー。あのね、あなたミコでしょ。落ち葉掃除嫌なのはわかるけど。私だってミコしたことあるんだから。やったことないだろ。さらっと嘘つくな。マリサ、ここはどう？思い出せそう？ここ、来たことがあるような、ないような。思い出せない。やっぱりね。マリサに昨夜にアリスじゃない。霊夢はこっちよ。もしかして、あなたが霊夢さんですか？え？いや、いつから敬語になったの？だぜ、とか、ぜ、は卒業したの？いやまさかそんなこと、けどマリサにしては珍しいわね。これには深いわけがあって。何かあったの？マリサに。実は、大きな問題を抱えていたのでした。マジかよ。おっぱい、バーンバーン。はい。記憶喪失。そんな、マリサ、私よ、あなたの母の見まよ。だからさらっと嘘つくな。でもアリス、その場所とかに行って、マリサの記憶戻るの？戻るかわからないけど、たとえ低くても私は諦めたくないわよ。可能性は低くても、行きましょ。マリサの記憶を取り戻しに。あの、これからどこへ行くんですか？なんか、マリサが敬語だと違和感あるわね。降臨、また来ちゃったぜ。入れ替わったのかい？マリサと。違う！おや、マリサも来てたんだね。何の用だい？ここ、来たことがあります。思い出した？思い出せない。そう、いつも来てるから思い出せると、思ってたんだけど。話の趣旨がわからないんだが、何があった？マリサが記憶喪失になっちゃって。メモリーロス？なんで英語？どうしよう。このままじゃマリサが。リンノスケさん。あれやったらマリサの記憶戻るんじゃない？あれか、まあやってみる価値はあるね。あの、どうしたんですか？リンノスケさん。よろしくおりん。ファイキレイヤーザーザー。なんか聞いて損したわね。私も。でもあのリンスケっていうやつ気に入ったわ。リンノスケ。ところで、どこ向かってるの？キレイデンよ。ここ最近、マリサ行ってるみたいなのよ。キレイデンに何しに行ってるのかしら。あれ？みんなそろそろどうしたの？あの、ご明治小石さんはいらっしゃいますか？え？マリサが敬語で喋ってる。実は、マリサが記憶喪失になっちゃって、メモリロス。それ聞いたわ。ふふふ、僕もなかなかやるね。小石様もやりますね。これならどうですか？マリサ、あなたの妹さんとペットさん弾幕ごっこしてるんですけど。小石、僕、こっちへ来なさい。あ、これは、説教タイムですね。マリサ、大丈夫？しっかりして。あれ？ここは、なんで私キレイデンにおるんだぜ？マリサ、記憶戻った？記憶が戻った？おいおい、何を言ってるんだぜ。マリサ、あなた記憶喪失になってたのよ。なんだって？そのようなことがあろうはずがございません。現実逃避やめよう。で、あれは何やってるんだぜ。この前も注意したよね。ここで弾幕ごっこしないでって。はい、ごめんなさい。まあ、説教中かな。ここに似てこいと弾幕ごっこして、サソリに怒られたんだっけ。マリサ、記憶喪失になった原因は、何？魔法の森で変なキノコ味見してた。
てめえ、ブラカか！